山田久志のグルメアンリミテッド。さあ来ました、ここのシグニチャーメニュー北京ダック行きましょう。まあ、ここに来たら必ず食べてほしい一品ですからね。ということで今回は名物メニューの下処理に初潜入です。今実は空気を入れましたね。そうなんです、この鴨を一旦ですねこのように膨らませて、まあ、そしてこのようにぶら下げて1日から2日間ぐらいかけてこの冷蔵庫で十分に乾燥させていく、これがポイントだそうでございます。丸ごと1匹の鴨に下味をゆっくりとつけていく。そして専用の釜に入りました。こちらから1時間半かけてじっくりと焼き上げるというこの時間が大事。さあそろそろ仕上がってきましたか。見てください、こんがり揚がりました。青い空さん実食お願いします。青い空です、よろしくお願いします。お願いいたします、はい、見てくださいね、すごい、こんな丸ごと、はい、すごい、はい、今日も特別にご用意させていただきました。ねえこれすごい、はい、嬉しい、まあ、いろんなパーティーとか、はい、まあ、それこそこの時期だと新年会とか、はい、ぜひこうみんなグループで頼んでもらうと、はい、楽しく美味しくいただけると、うん、ねえこれすごい、はい、でこう目の前でこれを切り分けてくれて、でさらにあのお肉の方も炒めてくれたり、はい、さらにスープも出てきたりという、うん、そうですよね、そうなんです、はい、結構じゃあ北京でも食べてきました。まあでもあんまり食べないんですよね北京に。でも仕事だとそうだよね、はい、やっぱりあの高級なんですよね、はい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 、だから、ね、すっごい嬉しいです。じゃあ行きます、今日丸かじりで。あ、これじゃない食べたことない、そんな食べ方。そういう食べ方じゃないね、うん、あれ切ってくれますよね、はい、じゃちょっと今度切り分けていきますね。はい、びっくりした、はい、ちょっと待っててください、はい、じゃーんってことで、はい、切ってまいりました、はい、ちなみに、はい、2888円です。いや安い、さっき聞きましたけどびっくりしました。東京で食べれるのそれですね。で多分今中国行った方が高い。いやそうですよね、本当にダックですか。そうでしょ、みんなそういう風に言うんですよ、はい、大丈夫です、あの鳩とかじゃありませんカモです。ここのね、はい、チャイニーズカフェエイトは少しこうお肉の部分も味わってもらいたくて、はい、肉厚にカットされております。あ、本当だ、うん、これも特徴です。で、あのタレもこのレモンダレ、まあ、そしてその天然醤、はいね、ちょっと辛みとか3種類ぐらいありますんで、はい、味変しながら楽しんでいただくと、はい、分かりました。まずはオーソドックスに真ん中ですから、ね、そうですね、はい、じゃあお願いします、はい、いいですね、ちょっと取りやすいね。まあじゃあ端から、まあ、さあ、本当だ、肉が、肉厚すごいでしょ、本当ね、皮だけですもんね。そうなんです、ですから大量にこうね、あ、いいですね、横から出ちゃうからね、いいですね、いいですね、気をつけて気をつけて、はい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 、入りましたか。わあ、見ましたか、嬉しい、もうソース気をつけてくださいね、はい、じゃあいきますよ、ちょっとマイク持ち込めてお願いしますはい、いただきます。うんうんうん